皆さん、アットエーススーパープレゼンテーションの時間がやってまいりました。ね、ちょっとドキドキしますね。リハーサルなしでいきますよ。はい、さあ今日はアットエースの、チーフエグゼクティブインフルエンサー新庄健太アナウンサーの秘書の紀藤です。今日よろしくお願いいたします。紀藤ちゃん、これを言うの一番緊張するのやめて。こうなってますね。はい、さあ今日もね、コロナ禍の中で頑張る飲食店の情報を紹介していきたいと思います。さあでは行きますよ皆さん。はい、いいですか、準備は。はい、まず情報源はこちら、ね、皆さんおなじみ生活に役立つ情報を出しておりますウェブサイト、アットエスでございますよ。はい、さあこの中からの情報ですよ。今日紹介するのはこちら、お茶農家さん直営カフェと。どうでしょうか。2つのお店紹介します。うん、島田市にあります抹茶モアさん。うん、そして富士市にあります佐野製茶所サロンということで、ちょっと雰囲気どちらもありますよね。なんか抹茶モアさんはなんかこう作業場のような雰囲気がありつつ、すごくそれがおしゃれになってる雰囲気かな。ギャップがありますよ ね。さあどんなお店なのか、まずは抹茶モアからいきましょう。じゃん、若手農家がプロデュース、オーガニック抹茶カフェ抹茶モア。でまず抹茶モア、タイトルがいいです、お店の ね。どういうことだろう。抹茶もうちょっと、もうちょっと抹茶直訳ですねってことかな。ねえ、さあお店は営業11時から4時までということで、日曜日のみ営業です。はい、ここまたポイントですよね。でこれ何がいいかと言いますと、後継者がいないお茶農家さんの茶畑を若手の農家さんが引き継ぐという形、これプロジェクトがありまして、プロジェクトのその一環でこのお店スタートしたんですね。素敵。はい、去年の4月にオープンしました。もうご覧の通り、お写真どれを見てでも、インスタ映えですね。じゃあどうですか、抹茶の上に乗ってるの何だろう。あのかき氷ですか。それは気になりますよね。気になります。あれ見ちゃいますか。お願いします。でもその前に一つ情報入れていいですか。はい、こちらのお店もそうなんですけども、今ですね、静岡伊勢丹7階のフロアでね、この抹茶モアのポップアップカフェがオープンしております。はい、こちらは毎週土曜日日曜日のみのオープンになっています。営業時間は11時から17時となっております。抹茶レモンソーダなどドリンクが味わえるそうですよ。では見ていきましょう。おすすめの商品こちら、もう一番人気のドリンクこちらですよ。田中君、これなんて読む。本気のオーガニック抹茶ラテ。え、違うんですか。マジのオーガニック抹茶ラテ。そのパターン、これ私がそう読みました。いや、そうだよ。本当は本気のオーガニック抹茶ラテ。これどれくらい本気かと言いますと、茶葉がですね、これ奥緑という茶葉使ってます。抹茶ですね。これ大変希少な品種とお抹茶でして、香りが高くて旨味がしっかりしてるそうなんですよ。うん、色がすごい、ね、鮮やかな、このグリーンが特徴でございます。うん、そしてお隣、一番人気のフードが濃い抹茶のエスプーマかき氷。おしゃれなやつだ。何か乗っかってますね。ね、なんだろう、オイリーみたいな感じかな。これあのカラフルなオイリー、おかきですね。はい、トッピングされてまして、まあ、インスタ映えももちろんですけども、本当に本当に美味しいヤブキタ茶を使っています。あのヤブキタ茶の特徴というと、まあ、渋みのあるしっかりとした味わいということで、かき氷ちょっと水と合わせてもきっと美味しいんでしょうね。食べたいですね。食べたい。はい、さあそして通販もしております。さすが若手の農家さんですよね。こちらオーガニックの抹茶奥緑、そしてお隣はこちらヤブキタ、ね、先ほど紹介したこの2つに使われているお茶を購入することもできるんですね。ぜひ皆さん抹茶モア行ってみたいでしょ。はい、こんな素敵な商品誰が作ってるのかな、見ますよ。せーの、ドン。さあこんなにイケメンの代表取締役が田村義之さんという男性の方なんですね。どうですか、オレンジのパーカーにちょっと横にキャップをかぶったり、若手農家さんですよね。注目するの。もちろんでございます、イケメンです。そしてこの田村さんがスマホにあるとっておきのお写真を送ってくださいました。はい、なんとお茶ではないんですね。本当だね。はい、田村さんの農園の看板猫梅ちゃんのお写真ですよ。かわいい。どうですか、1枚目の梅ちゃん、なんか
ファイト一発だにゃっていうような手を伸ばしてるそんなポージングですよね。確かに、はい、あの助けてくれる、はい、あの崖の上から助けてくれるパターンの、ね、おいで抹茶モアにおいでっていうこうね引っ張ってるような看板猫、躍動感が素晴らしいね。そしてお隣も実は梅ちゃんのお写真なんですけど、ちょっとこれ顔をね墨で真っ黒にしてまして、なんか罰の悪そうな表情ですね。え、待って、同じ猫？同じ梅ちゃんなんですよ。いろんな表情を見せる梅ちゃんでございます。ラッキーな方、抹茶モアに行けばもしかしたら梅ちゃんにも会えるかな。あー、かわいい。はい、さあ可愛らしいお写真を送っていただきました。さあ続いてはちょっぴり時間をかけてお茶を楽しめる佐野製茶所サロンさん紹介していきます。もうこちらは富士市にありまして、平日日曜祝日も営業なさってます、月曜日だけお休みですからね、お気をつけていただきたいと思います。まあお写真見る限りこちらはサロンという、うん、ね、ちょっと上品な雰囲気がありますよ ね。窓から茶畑が見えるのね。そうなんですよ、もうお店のすぐ後ろが茶畑になってますからね、鮮度のいい茶葉だけを使って季節に合ったお茶や飲み方を提供してくださいますよ。でメニューが下に書いてあります。お茶色ですね。メニューはお茶ドリンクのみと、全てにお茶の茶菓子がついてきます。で今この1枚目のお写真ですと、これ栗きんとんですね、あの全国の有名な和菓子などお菓子がついてくるということで、こちらもちょっとお客さん楽しみにしている方多いそうですよ。では行きましょうか、次の写真見ていきましょう、はい、さあこちらの一番人気上撰茶と、またお写真が素敵ですよね。茶器もすごく こだわっていて本格的な感じがします ね、独自 の抽出方法で丁寧に入れた甘みたっぷりのお煎茶でございます、ね、先ほどお伝えしたお菓子もついてきますね。そしてそのお隣、店主一押しがこれ読めますかね、漢字3文字、茶ソーダと、アイデアがありますね。そうだって、そういう感じなんですね、はい、これあのかぶせ茶という、収穫前にね新芽に2週間ほどかぶせますよね、うん、あれをしたあの黒いねかぶせをしたものをかぶせ茶というんですけども、うん、甘みやうまみが大変強いということで、茶ソーダにしていただいてください。さあそしてこちらもお写真ありますよ、店主のお顔見ましょう、こちらいい写真、はい、代表の佐野智信さん48歳、資格がすごい日本茶インストラクター手もみ認定教師、はい、あと読んでください、ね、断念しました。一緒に飲みたいのはもっくん、あら、ね、もっくんと美味しいお茶飲みたいですね。座右の銘は因果応報、これから何があるんでしょうか。心配です。さあおすすめのお茶の飲み方、1煎目2煎目3煎目と味の変化を楽しんでください。1煎目はまろやかな甘さ、2煎目は渋み、最後は苦味と、いいですね、苦味を感じてください。そしてポイント最後、この店主、うん、高校まで野球に熱中してたんですね、でも苦味を感じた思い出があるそうですよ。苦味を感じたの、何でしょうか、お茶なんでしょうか、それが、あ、違った、早かった、戻っちゃおう。さあ高校野球で苦味があった思い出、これちょっと読ませてください、はいはい、ちょっと長いですよ。2つ上の先輩が、富士宮西高校野球部甲子園出場、一つ上の先輩は選手権静岡大会で準優勝、自分の代3年生チームが他校の創部1年目の1年生チームに初戦敗退ということで、辛かったんでしょうね。でも安心してくださいね、これからいいことありますよ。さあそして最後お写真、佐野さんにも今日はスマホにあるとっておきの写真を送ってもらいました。こう実は富士山頂から毎年お客さんに暑中見舞いをお送りしているということで、今年はちょっと遅れないんですけどもね、また来年になるんでしょうかね。ぜひ皆さんこんな素敵な風景もご覧いただけますからね、はい、両方のお店に行っていただきたいと思います、はい、全ての情報はこちらのアットエスのホームページからご覧いただきたいと思います。ちょっと駆け足になりました。以上今日のアットエススーパープレゼンテーションでした。皆さん拍手いただけますか。ありがとうございました。この後動画もアップされますので皆さんぜひご覧ください。